はい、こんにちは、コムさんです。カルソニック日産 R92CP ね、続きやっていこうと思いますが、前回ね、筋彫りと表面処理と、薄々攻撃やりましたけども、はい、この方ね、後でまた登場していただきますけども、今回はね、このカウルの内側と、一部パーツのね、土臭色の塗装からまずね、やっていこうかと思いますが、マスキングね、簡単にマスキングね、していきます。イタリア日産の方ではね、がっつりマスキングしたんですけど、今回はね、ちょっと簡単めにしようかな。もしかしたらがっつりやるかわからないですけどね。一応ね、こんな感じで、吹き込みだけね、吹き込みとここのね、この折り返し、かかってほしくないところだけね、こういう感じで、裏から見たらこんな感じね、こうギュッとこう入れ込んでね、あ、映ってないね、ここやね、こんな感じ。もうちょっと折り込んでもいいんですけどね、もうちょっと折り込もうか、こうしてギュッとね、もっと思い切ってもいいな、これはギュッとね、このぐらい押していこうか。はい、これでいいんじゃないかな。こんな感じでね、ギュッと押すことによって、こっち側で言うと、このね、折れ目の部分、この内側のここの部分までね、塗料がかからないように、はい。こんな感じで、つけていくと。ここもね、こう、つけていくと。こんな感じですね。こんな感じで。こっちもね。思い切っていった方がいいね、これは。曲がるな。こうしてこうして、ギュッとね、よいしょ、こんな感じでかな。そしてフロントね、そしてちょっと足らなかったな、ここ、あ、映ってないな、前やりすぎ張り切って前やりすぎね。はい、この辺りで、よいしょ、もうここまで来たらがっつりいっても一緒かな。もうあともうちょっとここら辺貼るだけやからね、やっていこうか。
できるだけね吹き込みないように押さえていきます。はい、結局ね、これ全部マスキングしちゃいました。結局ね、簡単にいくとか言いつつも、やっぱりねちょっと少ししか残らへんのでね、もうちょっとぐらい貼ってしまうても一緒かなっていうことになるんで、貼ってしまいました全部。はい、それの方がまあ気にせずにねいけるということですね。これもね、端っこだけちょいちょいとやってね、これで OK かなとは、激突ね。端っこだけちょいちょいとやったらね、もう OK かなっていう感じはしてたんですけど、ね、全部貼れば、それだけ安全にいけるということで、こういうところはね、もうね、吹き込むんでしょうがないんですけど、ちょっとまあこれは、ちょっと待ってくださいね。こうして、ここをね、ギュッと押さえて、中入れ込んどくだけでもだいぶ違うんでね、こうやってこうね、でこれもちょっと切っちゃおうか、ぐじゃってなっちゃうんでね、よいしょ、こんな感じね。こっち側から見たらこんな感じになってますが、見えるかな。でだいぶ吹き込みはマシになると思います。これはね、それではみ出しちゃうとね、こっち折り返るんで、できるだけこうね、はみ出さないように貼っていくのがコツみたいですね、この場合は。よいしょ、よいしょ、はい、そしたらマスキング終わりましたのでね、土臭い色塗っていきます。はい、塗っていきます。
これはね、これはあくまでもコムさんの考えというかコムさんの感覚なんですけど、ね、ケーブラーカーボンなので、そんなにね、きっちりと色をつけるというかね、きっちり塗るよりも、ちょっと、まあ、薄いのはダメですけど、まあ、若干薄いっていう感じでね、まだらでね、白地が出てたらね、あんまり良くないとは思うけど、適度にね、まだらになっててもいいんじゃないかなっていう気はしますね。割とまあ、色揃ってた揃ってたで綺麗なんですけど、そこはもう好みだと思うんですけどね。ケーブラーカーボンというかね、は割とこうね、まだらな感じの色合いというのかな、出せるんでね。でこれもあれですからね、今回はもう今回はというかもうね、内側はそんなにね、ドア開閉式にするわけでもないし、開けるわけでもないのでね、特にこんな感じでいいんじゃないかなと思ってるんですけどね、まあ、綺麗に全体塗れば塗ったでね、まあいいんですけど。薄いかなと思ったらね、もうちょっと足して。こんな感じで残ってみようか。よいしょ。ちょっとこうちっちゃいやつだな。白地そのまま出てたらね、やっぱりね、プラスチック感があっていまいちやなっていうのがあるんで、そこは注意ですけども、これでカーボンパターンつけてね、艶消しのクリアーなりね、まあケーブラー色のと、クリアーね作って、コウさん、ケブラー調塗装用のクリア塗装を作ってあるんですけど、それをパターンつけた上からつけていって色調整してねやるといい感じにはなるんじゃないかなとは思うんですけどね。薄々というかな、まだらと言ってもまあそこそこ綺麗には塗ってるんで、まあ問題ないとは思うんですけどね。あとまあね、みんなコムさんしかおらへんのでね、展示会出したりするわけじゃないので、まあもちろん出せたらええんですけどね、展示会出したとしても、出せたとしてもね、奇跡的に出せたとしても、これ中開けて見せるわけじゃないので、まあそんな話がねあれば、このね押し出しピン跡とかもきれいに消してね、処理して、ケーブラーカーボンもきっちりしてパイピングでしょ、あとまあ細かいところのねテールアップしてねっていう風なことも考えるだろうけどね、小さな場合はもう自己満足の趣味の世界ですからね、まあ
YouTube でね動画やってる以上はもっとちゃんとしなさいよっていう意見もあるかもしれないですけど、ちゃんとっていうそのね、それがどこまでがちゃんとなのかでね、じゃあ、 あのすぐ身でささっと作ったアップラモデルはちゃんとしてないのかっていうと、そういうわけでもないと思うんで、かっこよく綺麗にね作ってたらそれで OK じゃないかなって思ってるんで、まあ、作り込んだやつはねやりすぎだとかいうふうにも思ってないしね、作り込んだやつは作り込んだやつでね一生懸命作ってね心こもってるんで、もちろんいいんですけども、簡単に作ったやつでもやっぱり心込めて作ってるんで、それはそれでいいんじゃないかなって思ったりしてるんだけど、なんでこんな話してんだろう、ちょっと違う話になってきて、ね、展示会、まあまあまあいいとしましょうか。はい、こんな感じでね塗装できました。ちょっとここ薄いね、なのかな、はい、白サフですね。モノコックね、コックピット。
ちょっと埃ね、はたいてというか取ってね。まんべんなくね、きれいに、コーヒー光、ちょっと見えにくいんでね、光利用してね、キラッとさせて、スーッとね、全体的に拭いていきますが、はい、こんなもんでしょうか。あとね、ちっちゃなパーツね、はい、というわけでね、サフ吹きました、白サフね吹きました、もうちょっとね作業、黒塗装とかねいけるかなと思ったんですけどね、今日はこの辺でね終わりということになります。はい、まあサフね綺麗に吹けたのでね、次回、黒塗装とかね、あとマスキングしてね、この塗り分け塗装をね、ボディのねボディカラー塗装していきたいと思います。はい、今日はこれでね終わっておきたいと思います。大変ね長時間ご視聴ありがとうございました。次回また頑張りますのでね、よろしくお願いします。ペコムさんの、チャンネル登録ね、どしどしよろしくお願いします。初めてねあのコムさん動画に出会っていただいた方ね、迷うというかな、という感じになると思うんですけどね、もう出会った時がねもう登録時ということで、はい、コムさん動画に出会ったらね登録ぜひともよろしくお願いします。それとね、いいねと、ご意見ご感想、応援メッセージどしどしよろしくお願いします。待っておりますので、はい、ということで今日はこれで終わります。イタリアにさんとね重複してやってるんで、同じような作業がね動画続くんで、見飽きるんでね、どっちかは見ない、どっちかを見るみたいな感じになると思いますけどね、はい、ぜひね両方見てください。はい、よろしくお願いします。まあここから先はねデカールとかカラーリングは全然違うようなに形になっていくのでね、はい、見ていただけたらなと思います。はい、ということで終わります。カルソニック日産 RQ2CP でした。お送りしたのはコムさんでした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。